トレムピーロー軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,816人であり、2000年の27,010人から6.7%増加した。軍庁所在地はホワイトホール市であり、同軍で人口最大の都市はアーカディア市である。現在あるところどころの森林は、 かつてトレムピーロー軍の土地を追っていたヤブや、浅い森の名残である。古代、森林には大量の樹木があったが、インディアンがそれを定期的に焼いて、果実の成長を促していた。彼らは農耕をほとんど行っていなかった。インディアンは1837年までに地域からほぼ完全に排除された。トレムピーロー軍に入った最初のヨーロッパ人は、フランス人毛側交易業者だった。 軍内を北東から南西に流れるドレムピーロー川がミシシッピ川に注ぐところで水に囲まれた崖を見つけラモンターニュクイトローンプアエローと呼んだ。これは水に足をつける山を意味している。この言葉の後半が残って現在の軍名になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は742平方マイルであり、このうち 陸地734平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は1.06%である。群域はドリフトレス地域に属している。人口ピラミッドゲールズビルにある、祭事広場エトリックの町にあるトレムピーロー群入り口の標識以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。